今回はですね、昭和30年代に作られたごっこ遊びですか、箱物のおもちゃです。今作られたみたいないい状態ですよね。買い物遊び、郵便遊び、お新物遊び、切符遊び、子ども銀行遊び、まあいろいろあります。そのうちの買い物遊びをご紹介しましょう。よく見てください。自動社会科生活指導教材、長い名前ですよね、漢字。楽しい買い物遊びって書いてありますね。 DTC というのはちょっと分かんないんですけど、メーカーの名前ですね。開けてびっくりですよ。じゃーん、どうですか、あれすごくないですか、これ八百屋さん。お菓子屋さん、菓子魚、普通魚菓子っていう、これ菓子魚ですね、魚屋、タバコ屋さん、そしてここにはお金があります。聖徳太子、1000円、500円、500円札ありましたね、100円札、100円出ました、50円札50円札ってあったんです。そしてこういう小銭もありますね。これも10円だとか1円だとか、ちょっと見てみましょうか。この大きさですからね。ペコちゃん、ミルキーです。この大きさ、ちょっと森永ミルクキャラメル、栗おこし、チューインガム、これ全部この箱になってんですよ。すごくないですか、これちゃんときちんと箱になってますよ。栗おこし2つありますね。五色豆かな、五色豆、お豆、森永出ました、森永チョコレートですね。遠足の時だとかね、運動会の時買ってもらった記憶がありますね。タバコ屋さん、今タバコ屋さんってないもんね、あんまり。新生、ピース、光、ゴールデンバット、タバコ屋さんいい感じですね。魚屋さん、菓子魚、菓子魚っておかしいね。ほら、ここにこんなみんな綺麗に印刷されてるね。これ見てください、このちっちゃい魚、どうですかこれ。ここまで作り込んでるってびっくりですね。手間、ものすごい手間かかってますよ、このおもちゃを作るのに。紙を折ったり、このちっちゃいね、このペコちゃんの箱をね、こうやって作ったりですね。しかもここに買い物カバン、買い物カバンですね。ああ、こんな顔を母が持ってたな。なんかこれはね、素晴らしいですね。これは素晴らしいって、いつもね、素晴らしいおもちゃをご紹介しているんですけど、この一軒一軒をこう形として作る、そしてこの小さい箱も全部こう立体で作っていく、本当に作り手の情熱が感じられる買い物遊びのおもちゃをご紹介しました。また次回お楽しみにしてくださいね。